しんでいただきたいというふうに思っております。この後もまた氷川西中学校の 皆さんには、演奏をしていただきますけれども、今日朝早くからお越しいただきまして誠にありがとうございます。ゆっくり楽しんでいただきまして、また明日も来ていただくようによろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますけど挨拶に帰りたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、もう待ちきれなくて柴根っ子が登場しましたけれども、はい、今から、テープカットを行います。しばらくの間お待ちください。用意をいたします。はい、柴根っ子1年ぶりです。さあ、こんにちは、おはよう。はい、皆様たくさん待ってますよ。はい、今テープカットが進んだので、はい、この中を歩きます。皆さんと一緒にお写真を撮りますよ。今日はお天気もいいし張り切っております。はい、本当に皆様今日は、早朝よりこうしてお出かけいただきありがとうございます。氷川チューリップ祭り、はい、ただいまよりテープカットを行います。よろしいでしょうか。はい、はい、よろしいですか。はい、矢上ちゃん、はい、防災くん、はい、もう今日はゆるキャラ軍団で、はい、ちょっと怖いの、はい、もう一体、はい、誰が来るんでしょう。はい、みこしと、え、あ、しま兄ちゃんね。あ、しま兄ちゃんはどっか行ってるんでしょうか。今日は9体ですかね、このゆるキャラが来るそうですよ。はい、あら、また誘いに来ました、ノーサイズ。はい、どうぞ。はい、この絹娘もね、島根っ子の隣にやってきました。どうぞ今一度お写真を撮りください。はい、撮られました。テープカットはいかがでしょうかね。え、待ちきれないって言ってますけど、いいです、今歩いておりますから、ちょっと待って。もう一回ゆるキャラが歩いているそうですので、恐れ入りますがお待ちくださいませ。申し訳ございません。はい、今日のこのチューリップ祭りのために、本当に朝からね駆けつけていますゆるキャラくんです。はい、やっときました、ピンクのかわいいゆるキャラくん、まあ、かわいいわ。はい、これがシマニーちゃんですね。はい、これがシマニー、うん、いいですか。テープカットが始まりますよ。はい、はい、おじさんたちよりも大きいから場所を取るわね。はい、いいですか。はい、では、いきますよ。どうぞ。はい、拍手お願いいたします。氷川チューリップ祭り開演でございます。どうかごゆっくりとお楽しみくださいませ。そしてこれから、氷川西中学校吹奏楽部の36人の方々による演奏をお聴きくださいませ。指揮は岩波先生でございます。ありがとうございます。どうかお待たせしましたね。生田先生、まあイケメンの、申し訳ございません。先生が太りました。顔がでかい。体が大きい。はい、それでは、演奏お願いします。そして、どうぞ。じゃ、それでは演奏に乗せまして、お花のプレゼントも行います。行いますので、一家族一袋ということで
ってますのでね、お花の苗をプレゼントします。ちょっと怖いんだけど。皆さん、こんにちは。氷川西中学校吹奏楽部です。先ほど演奏させていただいた曲はファンファーレでした。次に演奏させていただく曲は氷川西中学校校歌です。知っておられる方がおられるかもしれませんが、吹奏楽で演奏するのでいつもとは違う校歌になっています。それではどうぞ。大丈夫。
この曲は一青窈さんの名曲です。春にぴったりの曲ですので、皆さんも口ずさんでお聴きください。それではどうぞ。また歌うのか。誰かさん、壊したね。最後に演奏させていただく曲は365歩のマーチです。この曲は子供からお年寄りまで幅広い世代で愛されている名曲です。知っておられる方はぜひ一緒に歌いましょう。
Thank you.
またね。はい。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。